関東エリアのウェザーニュースアップデートです。今日は午後になって薄い雲が広がってきました。ただ暑さは相変わらずで、各地で25度を超え、じんわりと汗ばんだ方も多かったようです。こちら東京都渋谷区のサビ猫さんからは、午前中の強い日差しは緩んで薄曇り、体力勝負の野外イベントにはこれくらいがちょうどいい加減です。明日の日差しはどんな加減なんでしょうかと、明日の天気を気にするリポートをいただきました。太陽はだいぶパワー不足になったようですね。早速明日の詳しい天気を見ていきましょう。明日はパラパラと雨が降り出します。夕方にはザーザー降りとなって傘が手放せません。また今日までの暑さは一転、昼間も気温はあまり上がらず肌寒く感じそうです。せっかくの休日でお出かけを予定されている方も多いと思いますが、明日の外出前には携帯サイトのピンポイント天気から最新の雨情報をご確認ください。それでは、ウェザーニュース。